あいつ全然ちゃうな。早くないですか？晴れたらね。味噌汁笑顔。13時10分、ちょっと散策します。うわ、綺麗。やばいっすね。見たことない。やばい。ちょっと。うわ、気持ちいいこの道。うわ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 、やだこれ。すごいな。あ、ここそういうスポットなんですね。あ、はい、あ、でも完全に山の方に行ってもらっていいですか？よし、はい、もう一枚行きます。こんにちは。晴れないのかな、ね、さっきまでずっと晴れてたのに。え、見れました？ちゃんと先まで。あ、見れました、見れました。私はね、遅かった。あ、そうなんです。サンライズズモード来たからしょうがない。あ、そうなんです、はい、東京交通。東京から。そうです。いいな。常に山に入りますもんね。晴れたらね。でもいるじゃないですか今。いや、まあでも予報はこれじゃなかったからね。そうそう、これじゃなかったからね。嬉しい、ありがとうございます。はい、私もありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。でも私もそろそろ戻る。さすがにこれはもう希望がない気がするな。帰りましょう。間に真っ白やな。さすがに真っ白すぎるから。うん、どこに来たのか分からない。下りましょう、今のうちに。まだ晴れるかも。でも逆でしたね、予報が。むしろ、ね、午前の方がちょっと曇りがちで、午後は晴れる。そうなんですよね、まあ、逆でしたね、うん、逆になって。はい、間に合うんですよ。いや、間に合います。どこの私下山はめちゃくちゃ早い。多分1時間と20分で下ります、うん、余裕で。これ早そうっすもんね、うん、あの下山めちゃくちゃ早い。下山早い、本当に早い。何回言うんや。年末につばくるだけからも、あと小屋円山荘から中房まで1時間と20分で下れたんで、うん、大丈夫です。いけますね。あの急げば、はいはい、急ごうと思えば。まあ単純にね、出発が遅かった。しゃあないですよね。ずっと登ってくる途中は見えてたでしょ。見えてました、うんね、全然。だから写真、あの私は別にこれでもいいんだよ。見えたし自分は、はいはい、でも動画でやっぱりもっと見せたいからっていうのがあって、うん、まあそうなってくるとここから見る稜線最高ですもんね。そう、見ていただいたら映ってるじゃない。あのステッカーもらってもらっていいんですか。僕のステッカーいらんでしょう。あ、ありがとうございます。脱力系の、これ面白いね。シンプルでしょ。シンプルだよね、面白い。ドシンプル。あの今の時点で真っ白のままだったらそれは普通に買いますけど。めっちゃ迷ってますね。これも見えてきた。あれ、あ、ほんまや、ほんまや。あー、見えてきた、見えてきた、出てきた。全然関係ないですけど、撮影っていつも iPhone なんですか。そう、GoPro 少しだけ。あ、やっぱそうですね。ほとんど iPhone。 あ、編集早いですもんね、編集行くまで。そう、それもそうだし、うん、画質もあの軽いし、あったげー。太陽周りも光綺麗やし。じゃあ、ありがとうございました。うー、悔しいけど、降りるか。残念。どこまで降りたはんやろ、もうめっちゃ行ってた。もうあれじゃないですか、あの黄色じゃないですか。めっちゃ行ってますよ。一番前ですよ、あれ。早い。隊長。わかりました。でもこれ。あのこと考えてたら、もうあの、ソリのことばっかり考えてたから、今。これがもし、なんか僕らを和ますための演技やったらすごいです。名隊長。今撮ってます。ちょっと長かったんで。伸ばしながらようこがめっちゃ長いな。ね、バロック奏でる時の楽器ぐらい長い。何やったっけ、あの名前。忘れた。でかいのないさ。テオルボ、テオルボ、テオルボの長さ。絶対おられん。ケンさん、あれ覚えてます。何が？モルゲンの反対。当たり前じゃないですか。アーベン。
トロートですよ。絶対アーベンって言ったからですよ。着るところはおかしいですよ。いや、私も今ね、思い出したのに。アーベンとロート。アーベンとトロート。はい、アーベンとロートですよ。ロートね。はい。アーベンとロート。はい、帰りは大仙神社の方に降りる方ですね。行者谷別れ、行者谷別れ、14時50分。あ、かわいい。あ、取れるかな、無理かな、無理か、無理やな。何のそれかこれ。めっちゃなんか鳴き声、たぶん鳴き声じゃん。めっちゃ言ってくれたわ。なんか言ってんな。あ、二重から。二重から。人間、人間。わー。なんかここ全部変わらなかったよ。うわ、もうどっち向け、海側も。ふぅ、ここすごいシャドウですね。あれを登る人がいるんですもんね。いるんすかね。すごいな。なんか登ってきてましたね。ロープとあれいっぱいぶら下げて。あ、こじゃないけど、あんな感じでしょ。はいはい。ああ、そうだよね、うん、左側です。そうですね、普通の。ここで、おー、こんなの。うわ、パラグライダーしてある。正面、うわ、絶対気持ちいいやろな。16時。え、これ大仙神社ですか？大仙神社。おー、大仙神社。大仙寺か、大仙神社か。大仙寺ではない、ね。おー、すごい。すげえ。そうかも。シリーズ、ね、ずっとあのシリーズなんか中途半端でもね、ここがなんか多分ね、はい、ものすごい長いね、あの、え、あ、そうなんですか。な、何道っていうの、はい、あの、参拝道、こういう参道、はい、って有名なんですね。まあ、だから大神山神社なんですね。あ、大仙神社じゃない。大仙神社で、わかんない。大仙寺が下で、これが大神山神社で。あ、ほんまや。あ、ほんまや。まあいいじゃないですか。だから、ね、大仙寺が下だは知ってるけど、これは大仙神社やと思った。大神山、大神山、いい名前ですね。もうなんかこの作られ方が絶妙じゃない。なんかちょっと嬉しくなるよね、この道ね。めっちゃ、これ多分ちゃんとやってくれてるんですよね。めっちゃやってくれてる。いや、上りも下りもずっといい。これが大仙寺の入り口のところ。16時16分、大仙寺の入り口のとこ。
いや、アイゼンめっちゃ良かったです。ありがとうございます。良かった。それで何本詰め？10本です。あ、ジロ君のも10本。あ、そうか、前詰めがあるからか。前詰めがあんまり終わってないんですよね、これ。うん、4時22分、下山しました。全部良かったです。全部良かった。入って自分たち。もうメガネの。軽く。軽く。